んですか。10時ちょうどぐらいですね、登頂しました。世界初登頂です。完全な世界初登頂。暴走はしっかり見えますね。もうゆうくん大はしゃぎで、もうほとんど撮影不可能です。ゆうくんがこっちに近づいてきて、撮影ができなくなって。でも、島っていうか、房総がね、よく見えるんで、非常に晴れてるし、コンディションはいいですね。ね、北東の風、そんなに強くないですね。2メートルぐらいでしょうか。